南東側上空から見た神戸港。中央手前に見える埋め立て地が六甲アイランド南。六甲アイランド南とは神戸市東灘区六甲アイランドの南に位置する人工島である。六甲アイランド南では現在大阪湾フェニックスセンターが行うフェニックス事業により廃棄物を処理する埋め立て工事が進められている。主に 神戸沖埋め立て処分場と呼ばれており、面積は88ヘクタール、埋め立て容量は1500万立方メートルである。埋め立て完了は2030年に予定されている。約333ヘクタールの敷地には大規模なコンテナターミナルを設置するほか、ウォーターフロントの再開発、北側には緑地の設置も予定されており、六甲ライナーの延伸も計画されている。さらに加工。 製造業者も誘致し神戸港の需要を高める。また、神戸市はコンテナターミナルを10年以内に一部整備する方針。人工島におけるターミナル整備の計画は、阪神・淡路大震災以降神戸市の財政難で凍結されていたが、貨物量の増大や海外ハブ港湾との競争の激化を背景に解除する予定である。現基本計画の内容。大阪湾。 フェニックスセンター。2019年4月14日閲覧。30年後は、六甲アイランド沖に大規模、コンテナターミナル、神戸市の審議会が答申。産経新聞。 https://www.sankei.com/.west/.news/.170519/.wst1705190065-n1.html2019、ね er、年4月14日閲覧。六甲アイランド沖に、国際貨物拠点、神戸港復活へ30年プラン、ニュースウッチ。 2019年4月20日閲覧。阪神大震災25年。10年内に大規模コンテナ拠点神戸、六甲アイランド沖、滋が整備検討、産経新聞。2020年2月20日閲覧。ありがとうございます。